本日は CP プラス2022 OM システムスペシャルトークステージをご視聴いただきましてありがとうございます。こちらでは総勢18名の登壇者の皆様によりますスペシャルトークステージを展開してまいります。ただいまのお時間は菅原貴則先生をお招きしまして、進化した鳥認識 AF で撮る日本の鳥たちと題しましたトークステージをお届けいたします。それでは菅原先生のプロフィールをご紹介いたします。1990年東京都のご出身、幼い頃から生き物に興味をお持ちで11歳で野鳥観察を始められた菅原先生、東京海洋大学ノルウェー留学で海洋学を、名古屋大学大学院で海鳥の生態を学んだ後写真家の道へ、さまざまな景色に調和した鳥たちの暮らしを追い国内外を旅されていらっしゃいます。今回のスペシャルトークステージでは視聴者の皆様から菅原先生へのご質問を受け付けております。ご視聴中の YouTube ライブのコメント欄もしくは Twitter にハッシュタグ OM システムトークをつけてご投稿ください。いただきましたご質問の中からこちらで選定しまして、配信の終盤で先生にお答えいただきます。それではご紹介いたしましょう。菅原貴則先生です。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて本日は進化した鳥認識 AF で撮る日本の鳥たちということで、鳥認識 AF をはじめとした OM-1 の最新機能を駆使して撮影をした野鳥の姿を拝見できればと思っております。それでは先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご視聴いただいている皆さんも、よろしくお願いします。はい、さて、OM-1 すごくもう話題になっているのをひしひしと感じながら、日々過ごしております。私もこのカメラに関しては、作例を担当させていただいたりとか、記事なんかも書かせていただいている関係もありまして、すでに、そうですね、3ヶ月ぐらい使わせていただいているんですけれども、その間に撮影できた野鳥の写真をですね、早く皆さんにお見せしたいと思いながら、この CP プラスを迎えております。それでは早速始めていきたいと思います。はい、こちらが OM システム OM-1 の製品写真なんですけれども、この写真にあるようにですね、150〜400mm の F4.5 テレコンバーター内蔵のレンズですね、こちらとのシステムで野鳥撮影に一つ最適なシステムが完成したと言えるのではないかなということを思いながら日々使っております。早速じゃあ作品を見ていただきながらお話を進めていきますけれども、まずこのカメラを手にして一つ思うこととしては、今までと同様にやはり機動力が優れているシステムであるということ、一方でタイトルにもありますように被写体認識 AF のですね、鳥認識オートフォーカスというのが非常に進化しておりまして、鳥を見つけてから、見つけるのはもちろんその人の、努力ですけれども、見つけた後ですね、実際に作品を撮るまでの時間がすごく短縮されたなということを、日々感じます。例えばこの写真は、ルリビタキという、平地ですと今頃冬の頃に、降りてきてくれる鳥なんですけれども、木の幹に縦に止まっているシーンなんですけれども、お尻がこちらを向いてですね、頭が奥にあります。こういうシーンですと、今までのオートフォーカスでピントを合わせようとすると、お尻にはピント合うんだけども、撮った写真を見てみると、目がちょっとピントがボケているとか、もちろん生き物相手ですから、基本的には目にピント合わせたいと僕は常々思っているんですけれども、このシーンであれば大まかにファインダーに鳥を捉えてあげるだけでですね、白い枠が鳥の形に出てきて、鳥の形の白い枠が表示されまして、さらには頭、そして瞳の位置までも検出してくれて、そこにオートフォーカスのエリアを自動で絞ってくれるんですね。
そうなってくると、まあ、あのお尻にピントが合うということもなく、その一つ奥にある顔、こちらにピントを合わせてくれると、これが非常に素早い動作でできるということが一つ特徴かなと思います。もう一つですね、こちらはグローバルプロギャラリーの方でも飾っていただいている写真なんですけれども、連写もすごく速くなっているというのもこのカメラの特徴です。そしてファインダーがすごく綺麗になっているということも付け加えておきたいと思います。画素数も上がってフレームレートも上がってすごく視認性のいいファインダーになっております。このシーンに関してはちょうど、まあ、曇り空だったんですけれども、少し雲の切れ間から光が差してきたタイミングで、海辺でユリカモメがですね、シシャモのちっちゃい、まあ、稚魚ですねを食べるために波打ち際に飛び込むというのを繰り返し行っていたので、まあ、風の向きを読みながら飛んでくる方向を予測してしゃがんで待っていたんですけれども、そのシーンをファインダーでですね、まあ、飛翔を取ろうと追いかけていた時にうまい具合に首を振って、まあ、あのその魚を加える時にくちばしに入ってしまった水をパッと振りほどいたんですね。それをファインダーで見た時にもうすでにあこれはいい瞬間を捉えられたなと分かるぐらい、その水のきらめきがですね美しく見えるような感じでした。で実際に撮れたものを液晶で確認したところ、液晶もきれいになっているんですけれども、あこれはいい瞬間が撮れたなと。そして、まあ後で詳しく説明しますけれども、50コマ1秒間に撮れる連写モードでしたので、当然この水の形も、いろんなものが撮れていた中でこの1枚を選ぶことができたという、シーンでした。またですね、この写真も、すごく気に入っている写真なんですけれども、これは朝焼けの中飛んでいたコミミズクを捉えた写真なんですけれども、朝焼けといっても後ろのですね下半分はちょっと濃いめの色になっておりますけれども、これは海の色なんですね。で上半分は空という、非常に美しいロケーションで撮影することができたんですけれども、この時もファインダーで鳥を追いかけながらですね、その背景のグラデーションにも気を配ることができるぐらい、そのファインダーの視認性がよくって、ちょうど鳥がふわっと、まあ高度を上げた時にですねシャッターを切ったものがこれです。ちょうど僕の後ろ側でカラスが鳴いたのでそれをにらみつけていて、ちょっと怖い顔にはなっているんですけれども、まあ、羽の透けた感じとかも含めて非常に美しいと。で当然忘れちゃいけないのが、この時も被写体認識 AF の鳥認識オートフォーカスですねを使用していて、ピントはもうカメラ任せにできているということ、ちゃんと目を捉えてくれているので、まあ構図だったり背景の色合いだったりそういうものに気を配ることができたということです。そしてプロキャプチャーモードというモードもすでに OMD の頃からもう野鳥撮影でオリンパスといえば定番というような言われ方をしてきましたけども、これも連写速度が上がっているんですね。でこの時は120コマ1秒間に撮れるモードを使ったんですけれども、これは肉眼で見た以上に美しく撮れたなという印象を持ちながらの1枚です。というのは、まあ、肉眼で見た時にはもう少しまあ、暗かったんですよね。もう日が暮れた、まあ、暮れるかなぐらいのタイミングだったので、ですのでこの時はまだ OM-1 を手にして2日目ぐらいだったので、恐る恐る ISO 感度を1000まで上げたみたいな感じでしたけれども、それで撮ってみたら肉眼で見るよりも美しく羽のきらめきが捉えられていて、さらにあのダイナミックレンジも広がっているという話だったんですけれども、それも背景のこの、まあ、オレンジの深みとか色合いの変化とかからそういうところから感じることができて、パソコンで見た時にハッとした1枚です。で、まあ、これも120コマ撮った中の、まあ、羽広げて写っているのは前後の 2,3 カットを含めてある中で最も伸びきった1枚を選んでおります。さて、そんなわけで話をしていくんですけれども、もちろんカメラの機能気になっている方もたくさんいらっしゃると思います。一方で僕はやはりその鳥が好きで、鳥が好きの中に写真が一つあるよっていう
スタンスでもあるので、その中で僕が好きだと思う、美しいと思う日本の鳥たちの姿を見ていただきたいと思った時に、作品を通してということが今僕がしている仕事なんですけれども、そこで OM1 がどのように活躍してくれているかという話をですね、進めていきたいと思います。そして、鳥で野鳥撮影でカメラをってなった時に、やはり高感度の画質っていうのも気になると思うんですけども、これが何で重要かっていうと、撮れる時間帯が単純に朝の方にも夜の方にも広がっていってくれるというのが一つですね。これは秋の渡りの時期に、あのヒシクイの群れがちょうど渡っていくのって日が暮れた後だったりする時も結構あるんですけれども、美しい空にほぼ声だけが響くような状況だったんですけれども、その時に感度を上げて6400ですかを使ってみることによって、肉眼よりも明るく撮れたという、シーンなんですけども、6400って今までだと、使うけどちょっと勇気を持って使うような感度だったように思ったんですけれども、これだけ美しくグラデーションが出るのであれば、これからどんどん使えるじゃないかと思ったシーンでもありました。で、暗いところで撮れるというのはですね、何しも自然の中だけではなくって、都会なんかも実は鳥夜探しに行くと面白かったりするんですよね。これなんかだと、夜ネオン街の明かりがですね、水面にキラキラしているところにキンクロハジロの群れが浮いているというシチュエーションなんですけれども、カモって浮いてるから止まってるように見えて、実はその波で上下に揺れたり、夜結構元気だったりするので、ブレずに撮るのって実は結構難しかったりしたんですけれども、これはじゃあ試しに ISO 8000まで上げてみようということで上げてみて、60分の1のシャッタースピードを確保して、何枚か撮った中で一番ブレのないカットを選んだんですけれども、こうなってくるとやはり今まで撮れなかったものが撮れるというふうに言えるのではないかなと思った一枚です。そしてどうしてもその好感度の話に言及しがちになってしまうんですけれども、実は僕が一番この OM1 の画質のところで気に入っているポイントとしては、低感度域といいますか、普段日中とかも含めて、よく使う感度域、だいたい250から、そうですね、1600ぐらいかな、森の中だったらとかよく使うんですけれども、そのあたりの画質が段違いに良くなっているというところです。そうすると何が嬉しいって、やっぱり鳥の細かいところがよりよく映ると、そして当然150-400mm とかレンズがすごく解像度がいいのは今までも感じていたんですけれども、その解像力をですね、さらによく引き出してくれると。でもっと言うと、そこに、ちゃんと正確に鳥にピントを合わせてくれる AF が、加わることによって、実際に撮れたものをフォルダで一覧でバーって見た時に、もう全体的にクオリティが高いものが並んでるなということを感じるんですよね。でこの写真なんかに関しても、以前だったら、波が来ると波と鳥をピントが行ったり来たりしてしまいがちなシーンだったりするんですけれども、それがないという、シーンです。これなんかも先ほどの飛んでいるノビタキと同様に、逆光で撮った写真で、いろんな明るさの、情報が混じっている写真なんですけれども、こういう写真こそその画質の良さとか、特にそうですね、鳥が逆光なので若干影になってるんですけれども、羽とかのシャープ感とかがすごく残っているという、そのあたりが嬉しいなと思った写真になります。はい。で、今ご覧いただいた写真もすべて AI 被写体認識の鳥モードで撮っているんですけれども、以前 EM1X でも入っていた鳥認識オートフォーカスから、僕が感じる良くなったポイントというのはいくつかありまして、以前は CAF プラストラッキングモードしか使えなかったのが、 CAF とか SF ですね、シングル AF、 こちらでも使えるようになったと。で、体や瞳、そして頭を検出する精度も速度も段違いに良くなっているというところです。なので、今撮った写真すべて鳥認識入ってましたけれども、
実際に撮影している時も、まあ、9割以上、このモードで撮影しています。ほぼ、まあ、設定を変えることがなくなりましたね。そのあたりがすごく感じるところです。まあ、特に、まあ、順光だったりとか鳥の、まあ、よく見えている上限の時っていうのは、まあ、それは見えるよく検出してくれるだろうというのは想像がつくんですけれども、この逆光とか飛んでいるシーン、そして走る泳ぐみたいなシーンとか、あるいは障害物があった時、同系色のものがあった時にちゃんと鳥を検出する、まあ、一方で鳥らしくないものをちゃんと検出しないということも含めて非常に使い勝手が良くなっていると感じます。300mm の F4 も、以前から愛用してまして、これで撮る時も当然あるんですけども、このシステムだとより小型軽量で、まあ、ちっちゃいカバンにも入るようなシステムになります。でテレコンバーターを使って 840mm で撮っているんですけれども、これなんかだともうオールターゲットで、F エリアを全部広げてあげてファインダーに入れるだけですっと瞳にピントが合います。でこの後ちょっと動画も見ていただきますけれども、右向いても左向いても見事に追いかけ続けます。これファインダーで見てるとおーすごいなってやっぱり思いながらっていう感じになりますね。そして、まあ、AF に関して言うとどうしても飛んでいる鳥難しいだろうっていうのが、まあ、皆さん思うところだと思うんですけれども、個人的にずっと飛んでいる鳥よりも撮るのが難しいと思ってた鳥の一つにこのキバシリという鳥がいます。これはですね、まあ、こういう木の幹を素早く本当に素早くちょろちょろっと登っていく鳥で、木の幹の向こうからちょっと顔を出してみたり、かといってこっち出てきてくれたと思えば、木の幹と同じ色をしていてっていう鳥で、オートフォーカスで CF とかで自分でターゲットを決めて追いかけても、まあなかなかちょっと目にしっかりピント合わせて撮るっていうのは難しい鳥だったんですけれども、まあ、試しに、まあ、これさすがにこれは難しいだろうと思ってピントを追わせてみたら、ちゃんとこの保護色を見破って、目にピントを合わせてくれていたんですね。そうすると、あ、キバシリのくちばしってこんなに細くてちょっと特徴的だったんだなとか、そういう細かいところが分かってくると、まあ、これはすごく嬉しい驚きでした。まあ、そして、こちらもコミミズク、また日中といいますか、先ほど逆光でしたけどこれ順光のシーンなんですけれども、コミミズクって開けたところを飛ぶ時もあるんですけれども、灌木といってちょっと、まあ、木が下からちょろちょろ生えているようなところを飛び回って、ネズミなんかを探す時もあるんですね。そうすると、まあ、結構鳥も障害物を避けながら飛んでくる時があって、そうするとですね、急にちょっと高度を上げなきゃいけなくなったりするんで羽ばたきが深くなったりして、まあ、飛び方見てる分には面白いんですよね。でそういう時にも、この鳥認識オートフォーカスっていうのが役に立ってくれて、まあ、これくらいの大きさで鳥を捉えていれば鳥の体ではなくって顔ないしは瞳を検出してそこに、ターゲットを勝手に絞ってくれます。ですのでこのように左手前にちょっと灌木があるようなシーンでもそちらに引っ張られずにちゃんと鳥を追い続けてくれていて、でかつ、まあ、これ SH2 連射という、後ほど出てきますが新たに搭載された、ブラックアウトフリーの連射ですね、これを使っているので鳥の動きも追いやすいですし、連射も早いので、まあ、前後のカットも含めて、撮った中から、まあ、最もその躍動感がある1枚を選ぼうというような流れで選んだ1枚というふうになっております。で、オートフォーカスが難しかったシーンのもう一つの例としては、こういう逆光の背景が複雑な光の時ですね。そもそも逆光だと背景奥にある光が明るすぎて鳥が、まあ、カメラも認識しづらいのか背景にピント抜けちゃうってこと結構多かったですよね。多かったんですよね今まで。そしてかつこの波のように背景が複雑でかつ絶えず形を変えてこの後崩れるみたいなものですと、よりその難しさが、まあ、倍増しといいますか、
っていう感じだったんですけれども、このようなシーンでちゃんと追いかけ続けてくれたと、ピント合わせ続けてくれたと、そのおかげで撮れた1枚かなと思いますし、これができるんだったらもっといろんなこと試せそうだなとか、例えば夏のアジサシの仲間とかも面白い撮り方ができそうだなとか、いろんな想像を膨らますことができる、そんなファーストインプレッションですね。で、逆にこれなんかは暗闇の中を飛んでるように見えるようなハイタカのオスなんですけれども、これはちょうど山の谷にまだ光が朝入ってくるか入ってこないかぐらいの、谷の奥までは光は入ってこないけど、その上の空間にだけはちょっと光が入っているような時間帯だったんですけれども、そこを飛ぶハイタカがいて、で、渡りの時期だったので同じようなエリアを飛ぶタカは結構いたんですけども、ハイタカっていうのはそもそも小さくって素早くって、まずこれ翼を上げているからいいんですけど、基本的には見下ろしてみるときは背中が見えるので、黒いところに黒っぽい鳥が飛んでいると、なので認識、自分が認識してから撮るまでの時間もすごく難しいんですけれども、そんな状況でもちゃんとピントを合わせ続けてくれたということ、そのおかげでこのハイタカの美しさが際立つようなかっこいい背景で撮ることができたと。今までだとちょっとこれは難しかったんじゃないかなと思う一枚で、自分にとっては OM-1 を使って一番最初にその AF に関して感動した写真だったので、自分でもすごく気に入ってます。で、先ほどからちらちらと出てきている SH 連写というものもちょっとご紹介しておきますと、これ新しい機能でして、ブラックアウトフリーといって、ファインダーを覗いているときにですね、シャッターを切ってもバチャバチャ黒い幕がこう出てこないという、途切れずに終えるモードです。で、オートフォーカスを追従させても最大50コマで撮れて、それを追従をやめると120コマで撮ることができると。またですね、プロキャプチャーの時も同様のコマ速になっていて、特に個人的にはこの120コマ秒に撮れるっていうのが、小鳥の動きとかを止める上ではすごく楽しいなという感じで使っております。ちょっと実際にですね、じゃあここまでの機能を踏まえての僕の撮影中のファインダー映像というのを見ていただきたいと思います。これが新しくなったメニュー画面ですね。このようになっております。鳥を選んで瞳とか枠を出すかどうか、まさに先ほどのジョウビタキを撮影しているシーンですけども、見事に目を検出しています。で、オールターゲットにして、こういう背景にピント合ってるぞってとこからグッと、鳥が分かってるな、モズですね。これくらい込み入ったところにいても綺麗に見つけていて、これはなかなかおすごいぞと。で、ハイタカ、これ青空だったら余裕ですね。で、これ見ていただきたいのが、目が見えてる時は目に合わせに行って、顔見えてない時はちゃんと違うところに行ってるっていう、かなり細かく見分けてるなという感じがします。これもそうですね。これ SH 連写中でファインダーが途切れないと。で、ちょっと早かったのでこの2つをゆっくり見てみましょう。これギリギリまで近づいてくるまで僕はファインダーから目を離さないようにして、鳥と直接目が合わないようにしているんですね。それで鳥がびっくりしないようにというか、理想は気づかず通り過ぎてくれるのがベストです。はい、そんな感じです。で、その SH 連写っていうのは最大50コマで撮れるわけですけれども、僕は25コマを使うことが今のところは多くなっています。これは何かと言いますと、やはりちょっと連写に頼りすぎて、ちょっと雑にシャッターを切ってるなって思う時が自分でもあったので、その辺を、あえて落としてというか、そもそも25コマってそんなに少なくないよねというのもありまして、自分の用途だと基本的にはこれくらいでいいのかなと思いつつ、
まあ、将来的にこれからまた海外行けるようになって、例えばハチドリ取りたいとか、そういう時にはもっと50コマとか、あるいは固定の120コマなんかも使ってみるかもしれません。でこれ連射したコマを持ってきても全部ちゃんとピントが合っていて、特にまあ自分の中ではこれがお気に入りかなという感じですかね。ちょうど背景も青空だけじゃなくて、ちょうど木立の背景から上にふわっと上がってきたところで、綺麗かなと思います。でちょっとオートフォーカスのターゲットの話で、基本的にはオールターゲットでまず試されてみていいと思うんですけれども、ご自身の設定で縦横決めることもできます。カスタムターゲットというカスタム AF ターゲットという設定ができます。まあ、僕はその本当にファインダーの端っこの方とかに被写体がいることってあんまないので、まあ、これくらい、まあこの灰色中皮の写真でいう黒枠の鍵括弧みたいのが4つ出てますけれども、まあ、これくらいのを自分で作ってみたりとか、まあ、いろいろ試したりしながらしてますけれども、これだけ広げていても今までお見せしてきたようなシーンは全て撮れると思います。その森の中でのルリビタキから始まってですね、まあ、この設定が僕が今一番使っている設定ですかね。そしてプロキャプチャーモードの話ももう少ししますけれども、これはカタログとかに使われている写真の2つ前のカットなんですけれども、まあ、こういう小鳥が飛び立つ瞬間って今まで狙って撮るっていうのはなかなか難しかったわけですけれども、まあ鳥が飛ぶ方向さえ予測できれば見事にこうやって撮れると、うまく使ってあげると本当に使い出のある機能だと思います。そしてそうですね、電子シャッターの歪みというのも以前のモデルに比べたらだいぶ良くなってまして、まあ、基本的にはその羽の開き方から自分の好きなカットを選べるというような感じになっていると思います。で70コマ戻れるので、まあ、例えば120コマ秒に設定しても、まあ、0.5 秒以上、50コマ秒であれば1秒以上戻れますので、まあ、ご自身の反応速度とかに合わせて徐々に変えていくとかするといいんじゃないかなと思います。で、まあ、こうやって連写した120コマの秒で撮ると、まあ、こんな感じで並ぶんですけれども、まあ、基本的には羽を開いて光っているシーンが欲しかったので、このカットを一つお気に入りとして選びました。そして、まあ、今までこうやって、ここまでですね、新しい機能の話をたくさんしてきましたけども、一方で変わらない良さっていうのも当然持ち合わせてまして、まあ、小型軽量システムであるっていうのと、もう当たり前になってしまっているので今更って感じなんですけども、まあ濡れても平気、寒くても平気、製品写真なんかだと泥かぶったりとかもしてますけれども、まあ、割とというかとても丈夫なシステムです。ですので結構僕はその鳥を探しに行くときにひたすら森を歩くことも多いですし、あるいはここで観察しようと思ったところで、まあ、双眼鏡だけ持ってずっと見てる時もあるんですけども、その時にふと横を見ると雪の上にズカッとこうやってカメラ置いてあったりとか、そういうこともあるんですけれども、それが全然問題にならないカメラというところです。秋に撮影した写真なんかですと、やはりその森を歩いたことによって出会えるシーンというのがすごくあるなと感じました。オオアカゲラという鳥ですけれどね、これなんかはやはりその木を少しずつちょこちょこつつきながら登っていく鳥なので、自分も斜面を少しずつ駆け上がりながらですね、位置を調整しながら撮ったりとか、ちょっと三脚なんか立てられないようなシーンで安定した撮影ができるというのはこのカメラならではだと思います。まあ、そして野鳥撮影でこの機能に触れるのかという感じもするんですけれども、ライブ ND といういわゆるコンピューテーショナルフォトグラフィーの中の一つの機能なんですけれども、これが ND64 相当まで OM1 は使えるようになりまして、おかげで晴れた日とか日中でもですね、水を流した表現ができるようになりました。これはカメラの中の機能で、物理的な ND フィルターを持ち歩かなくっても、擬似的に光量を、カメラに入ってくる光量を落とすことができて、シャッタースピードを落とすことができるという機能なんですけれども、
まあ、これを使うと水の流れをこう流して表現できます。まあ、これは川ガラスをそのまま撮ると黒い背景に、まあ、黒い水だったので鳥が漏れてしまうよねというのもありまして、やってみたというところです。このやってみたというのがポイントで、やはりその、まあ、物を持ってないといけないと、よっぽど事前に準備してないと、まあ、実現しないんですけれども、このカメラの場合は機能を呼び出すだけでそれを実現することができると。そして800ミリ相当で30分の1秒の手持ち撮影ができるということも当然忘れてはいけないポイントでして、まあ、あらゆる機動力と呼ばれるものを駆使して撮れた一枚かなと思います。そしてですね、当然寒いところ、まあ、マイナス15度の朝、まあ、寒かったですし手冷たいんですけれども、まあ、そんな時でもちゃんと動いてくれるということで、まあ、カメラに対してかけてあげる、なんていうんですかね、気遣いみたいなものが薄れると言ったら悪いんですけれども、すごく信頼してついてきてくれるようなカメラになっていると思います。まあ、このようなシーンでも手前に草があるとそっちピンと合いそうですけども、まあちゃんと顔に行くんで安心して使ってもらえると思います。まあ、そして僕はやはりその鳥を探すことに喜びを感じていまして、やはりまあ探している鳥に出会えたとか思いもしないものに会えた時にすごく喜びを感じるんですけれども、これなんかもそうですね。冬の森をスノーシューを履いて歩き回っている時に、実はこれこの後出てくる写真の続きなんですけれども、まあ、出会えたフクロウでして、1400ミリ相当で撮影したものになります。あんまりその鳥がカメラを見ている写真というのがあんま好きじゃなくって、できればその鳥が自然にいる姿を、まあ、自然のままで撮りたいと思っています。できるだけ干渉せずに、まあ鳥がこうやって暮らしているということにそもそも興味があって、それを撮らせてもらっているという立場なので、これなんかこちらを見ているようですけれども、実は僕の前側の地面を覗き込んでいて、その雪の下を歩いているであろうネズミの声を聞こうと必死になっているところなんですね。まあ、そういうところをそーっと木の陰から覗かせてもらって撮らせてもらうと。まあ、この写真を撮るに至ったところで、前日にあったエピソードからちょっとお話ししたいと思うのが、まあ、前日やっぱりその森を普通の人が1周しかしないとこ、僕3周4周とかしたりする時もあるんですけども、まあ歩いてたらちょうど地面にこのような跡が残っていて、まあ、何だろうと思えたのがまず一つ、目についたのが一つ、そういう探索が可能になったのもやはり身軽だったというところと、まあ、自分の中の知識としてそのフクロウが雪の下にいるネズミでも音で、まあ襲うことができると、位置を特定して襲えるという知識があったので、じゃあこれはもしかしたらフクロウが狩りをした後なんじゃないかなと思ったのがさっきの写真の前日でして、でその日は、明け方まで吹雪いてたから、じゃあ日中に狩りに出てきてたんだなという推測が成り立って、翌日同じところを訪れてみたら会えたのが先ほどのフクロウというような感じでしたけれども、やはりその、まあ、鳥を見つけるまでは自分の力ですから、そのあたりを、まあ、鍛えなきゃいけないなと自分でも思うんですけれども、そのあたりをすごく軽快にこなせるというのがこのカメラのいいところです。そして今日ご紹介する最後の写真がこちらなんですけれども、まあこれなんかも、まあ、いろんないいことがあって、まあ、雪の日にまず気にせず撮れるっていうのはもうご紹介した通りですけれども、 ISO 感度を1600まで上げていますね。これなんかだと鳥は動かないので、もっと低い感度で撮ってもいいっちゃいいんですけれども、1600とすることによって雪が、形が残る程度までシャッタースピードを上げることができたと。それが可能になったのは、やはり感度を上げても問題ない画質を備えてくれたというところでもあります。そういう合わせ技で、いろんな表現が可能になるというところです。最後なのでまとめに入りますが、まあ、僕が思う OM-1 の魅力っていうのは、まあ、僕が素晴らしいと思っている日本の鳥たちをはじめ野鳥の世界魅力を伝えるために、まあ、この上ない機材であるということだと思います。
OM-1 で野鳥撮影が簡単になるという言い方をしてしまうとちょっと心構えとしてはよろしくないと思うんですけれども、ちゃんと鳥に向かい合って、配慮をして、鳥を観察する努力を欠かさなければいいシーンに会えて、そういうシーンに会えさえすればこのカメラが確実に捉えてくれると、そういうふうな印象を強く持っています。ですのでやはりこのカメラを持って次フィールドに出るのも今からやはり楽しみですし、そのようなモチベーションを上げてくれるカメラっていうのがですね、何よりの僕にとっての性能なのかなと思います。今日ちょっと駆け足でしたけれども、この短い約3ヶ月という期間の間でもお見せしたい写真がたくさん撮れたというのがすごく良かったところでした。このあたりが今日の僕の用意してきたお話になります。はい、菅原先生ありがとうございました。先生のお話の中で肉眼で見た以上に美しく撮れたという言葉がとても印象的でした、はい、そしてやはりこう先生もおっしゃってました鳥との出会い、これを楽しむということも一つ、うん、そして出会ってからこう OM-1 OM システムだからこそできる野鳥撮影のこう新たな出来上がった作品との新たな出会いのような、そういったものも楽しめるんじゃないかなと感じました。先生ありがとうございました。そして先生のお話の途中でございましたが、一点ここで修正のご案内がございます。はい、少々お待ちください。雪の中のフクロウの後の写真の撮影データに関しまして、1240mmのデータですが、こちら1400mmになっておりました。失礼いたしました。24mmが正解だと思います。はい、はい、ありがとうございます。失礼しました。失礼いたしました。ということで菅原先生に貴重な美しいお写真もたくさん撮影をいただきました。ありがとうございました。視聴者の皆様もぜひ本日の菅原先生のお話をご参考に、鳥認識 AF などOM システムの進化した機能を活用して野鳥の撮影をお楽しみいただければと思います。そして視聴者の皆様からも質問をいただいておりますので2つご紹介したいと思います。まず1つ目のご質問です。枝や葉っぱの中に鳥がいるような場合、 OM-1 は鳥認識 AF で合いますか？また OM-1 のフォーカスポイントの大きさはEM-1 Mark III に比べて小さいサイズを選ぶことができますでしょうか、とのご質問です。ご質問ありがとうございます。先生いかがでしょうか。はい、まず一つとしては、森の中とか枝越しにいてもかなり合います。でもし万が一合わない時があっても、少しマニュアルフォーカスで鳥の形がより分かるぐらいまで合わせてあげてからオートフォーカスを起動すると吸い付くように鳥の目にピントがいく感じがあります。なので非常にスムーズになると実感できると思います。そしてもう一つ、そのターゲットの小ささの話でいうと、スモールターゲットを選択したときにそのスモールターゲット自体のサイズは明らかに小さくなっていて、まさにもう針の穴を通すようにスーッと狙ったものに行くと思います。これやはりその手ブレ補正も効くので、おかげでその狙いやすいというのもあると思うんですけども、気持ちよく枝を縫っていくと思います。はい、ありがとうございます。もう先生のお話をお聞きしているだけですごくこう撮影がスムーズに、もう何でしょうね、こう撮ってる、その撮ってる瞬間の楽しみも実感できるんじゃないかなというふうに感じました。では2つ目のご質問です。はい、3000mm オーバーの超望遠単焦点レンズは菅原さんはいかがお考えでしょうか、とのことです。なんとないカメラの、どうですかね。ものによってはそれくらいの距離を取ってあげた方がいい時はあって、特に子育てしているような鳥だったりするともうなるべく距離を稼いであげた方がいいというのが思うところですから、そういうのがあれば選択肢としてはいいと思う一方、自分の作品作りに関して言うとそこまで距離が離れるとどうしてもその陽炎の影響とかも大きくなってくるので、そういうものを使うっていうよりは僕はこのレンズでいける範囲で鳥にどう近づけるかとか、そういうことを考えるかなという気はします。ありがとうございます。やはりこう鳥と向き合って考えると最適なレンズを選ぶこともできそうですね。そうですね、はい、鳥ありきで選ぶといいと思います。ありがとうございました。
この他にも多くのご質問をいただきました。ご質問いただきました皆様ありがとうございました。そして菅原先生もご回答いただきありがとうございました。このお時間は菅原孝則先生をお招きしましてスペシャルトークステージをお届けしてまいりました。菅原先生ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。では次回のプログラムのご案内です。この後20時より海野和夫先生によります OM システムで撮る昆虫写真の世界と題しましたスペシャルトークステージをお送りいたします。引き続きお楽しみいただければと思います。以上で菅原孝則先生をお招きしての CP プラス2022 OM システムスペシャルトークステージを終了いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。